麻生牛劇1月15日から1996年6月21日は日本の教育者。学校法人麻生学園創立者、山口短期大学学長、修校短期大学学長。1900年1月15日、福岡県福岡市に生まれる。1930年に法政大学高等師範部国語漢文化を卒業する。 1935年に、戸端市立戸端高等女学校校長に就任し、以降福岡県史学館、教学館、福岡県立福丸高等学校校長、福岡県立糸島女子高等学校校長を歴任する。1959年に宮武幼稚園を開設し、1964年に麻生学園を設立し、理事長に就任する。 九百六十五年に福岡教員養成所を開設し、学長に、九百七十七年に山口学園を継承し理事長、山口工業短期大学学長に就任する。九百七十八年に第二阿蘇学園山口短期大学と改称し、理事長、学長に、九百八十四年に修高学院理事長、修高短期大学学長に就任し、 1985年に、第一野草学園朝を東北短期大学と、改称し、理事長、学長に就任する。1996年6月21日に、死去、96歳。1972年に、訓後東水法省、日本赤十字社金色友好省。1973年に、米国インターナショナルユニバーシティ功績省。1987年に、 君山東水法賞を受賞する。ありがとうございます。